本社所在地の品川シーサイドイーストタワー、本店所在地のイートホールディングス、関西工場大阪王将は、イートホールディングスの子会社である、株式会社大阪王将が日本を中心に展開している日本の中華料理店チェーンである。餃子の王将ののれん脇に橋を発するが、両社間の葬儀などもあり、現在は競合関係にある。王将フードサービスの創業者である、 加藤朝夫と新類にあった分野新造が餃子の王将からのれん分けする形で1969年9月に大阪府大阪市宮古島区京橋で営業を開始。一号店は JR 京橋駅近くの裏通りにオープンし、当時のメニューは餃子、チャーハン、ラーメンの3品であったが、無料試食券などの反則により、現実学生たちが押し寄せ繁盛していたという。 一号店開業から半年後の1970年には業務形態を餃子専門店に変更。メニューを餃子一品に絞り、大阪発の餃子専門店チェーンを歌い、チェーン展開を開始した。1977年8月に大阪王将食品株式会社として法人化し、同時にチェーン展開を本格化させた。 1982年には総店舗数百店舗を達成。1988年には日本全国展開。2004年より香港1号店の開店を機に日本国外に進出。現在に至る。また、大阪王将ブランドでの冷凍食品を生協及び市販で販売しているほか、2017年よりカット野菜や仕込み済み食材の使用による 調理作業の効率化、調理機械やタブレット端末の導入を直営店舗で試験的に実施。2018年にはフランチャイズ店舗への導入を予定している。大阪王将は餃子の王将からのれん分けした創業初期の頃、餃子の王将を店舗名としてそのまま使用していたが、餃子の王将の営業区域である京都府に出店したことにより、商標の使用をめぐって、 裁判となり、1985年12月2日、店舗名を現在の大阪王将に改めることで一時は和解に至った。しかし2005年12月、運営会社のイートは、商標とその指定商品の類似を理由に、餃子の王将を運営する王将フードサービスを相手取り、餃子の王将の商標登録を無効とする審判を特許庁に請求。 特許庁は、当時王将フードサービス側が使用していた、商標二つのうち一つは一部無効、もう一つは、昼維持のため請求不成立の新決を下したが、これに対し両者は、それぞれの新決結果を不服として提訴2007年7月19日、指摘財産高等裁判所は、特許庁の新決を二つとも取り消し、訴訟の費用については、 両者側がそれぞれ負担するという判決を下した。2017年時点では、日本全国におよそ360店舗が展開されているが、栃木県、滋賀県、山梨県には未出店。三重県からは撤退しており、店舗が存在しない。中国、台湾、ミャンマーシンガポール、インドネシア、ベトナム、フィリピン体の8、各国、地域にそれぞれ出店している。 かつては韓国に出店していたこともある。東京都内には店内に飲食スペースを設けず、テイクアウトと宅配専門の店舗が数店舗存在する。ただし、白山店は宅配専門店としながらも店内に飲食スペースを設けて、店内での飲食も可能。兵庫県西脇市の西脇店では、居酒屋チェーン、つぼ八と同一店舗を共同運営する。 シェアレストランのスタイルをとっている。同場所でツ八を運営しているフランチャイジー企業が神戸市などで大阪王将のフランチャイズ展開も行っていたことからツ八の店舗を改装しシェアレストランとしてリニューアルした。餃子を中心にご飯物、ラーメン、一品料理といったメニューを提供している。特に看板メニューである餃子には 普通のものより、匂いの成分を少なくしたニンニクが使用されている。これは、収穫後に独自製法の肥料につけることにより、匂いの元となる、アリインの酵素反応を抑え、匂いの発生を減らしたものであり、2012年より、大阪王将を含めた、イート運営の飲食店で使用されている。また、大阪王将で提供される餃子は、作る際に手離れを早くして、 劣化を防ぐために、ひだは一つだけと定められている。餃子以外のメニュー、定食や一品類は、各店の独自性があり、味付けや種類が違うため、自分に合った店舗を探すファンも多く、特にチャーハンが人気で究極の王将チャーハンを探しているマニアもいるほど、2014年7月より、イメージキャラクターとして、モデルタレントの鈴木奈々を起用している。過去には、 歌手の西木の明を起用していたこともある。トミーズと宇都宮真希が出演していた大阪王将 CM、餃子家族は、現在でも CM 曲として流している店もある。2017年10月に市販用冷凍食品、大阪王将羽根付き餃子の CM、これは羽根付き編が放送された際、同 CM に出演する鈴木奈々が足を大きく開いて腰を回す場面がある、ことに対し、 視聴者から下凡、または不快だとする苦情の声が上がり、一部で餃子の王将との混同も発生した。ありがとうございます。